はい、明けましておめでとうございます。 FS.com 藤谷です。ゆうとです。皆さん、あれ、初滑りはもう済まされましたでしょうか。僕らはね、大阪、そうそう大阪でね、1月1日にイサムくんとかトシくんとかゆずきとか、あとはまあいろいろね、いっぱいあのまた FS のサイト上げてますんで、それ見てもらえたらと思いますけど、まあ、たくさんの人と滑って、まあ今年1年頑張りましょうみたいな初滑り会をやってきたわけなんですけれども、今日は、まあ、関東、まあ、2人でね、ちょっとあんまり時間なかったんで1時間半2時間ぐらいかもうがっつり滑ろうかっていうことで千葉の初滑りに来てますということで、一応目標は僕はキャスパーの3連続で、僕はちょっと最近練習を始めたフリースタイルキックリップのリバート1回行って戻すやつ、ゼロモーション、ゼロモーションまで行かへんかもしらんけど、まあちょっとこれ1回でも乗れたらいいかなっていう感じで、ちょっと今日やってみたいかなと思います。みんなもね、あのなんか目標決めてやるといいんじゃないかなと思うんで、あの今年の目標をね決めてちょっとトライしてみてください。お願いします。ああ、どうなってんのこれ。なんかここが全部もげちゃう。練習しすぎですか。はい、そうですね。これは終わりです。板終わり。まあ新年だしね。新年に変えます。心新たに新しい板でこれから頑張ります。はい。今日はいい滑りでした。頭途中で痛くなったけど、いいの取れましたよ。そうですか。まあまあいいの取れました。また。うん、はい、ということでね、2時間ほどちょっと滑ってきましたけど、決まった？まあ決まりました、ね。決まった。さっき映像見たでしょ。やばいでしょ。もうまさか決まるとは思わへんかったから、ちょっとびっくりしましたけど。軸ずれちゃったけどね。軸ずれちゃった。だから今度なんかビデオプロモーションビデオとか出すときはちゃんとした完璧なやつをやると。まあ次やるときは綺麗にメイクしてあげたいと思います。はい。僕の方はまあ一応そのキックフリップリバート、まあ軽く まあまあ綺麗に、まあまあとか言うのは偉そうにまあとりあえずできたんで、よかったかなと、幸先スタートが切れたかなと思います。じゃあこれからまた1年間活動していきますんで、皆さんよろしくお願いします。バイバーイ。